皆さんこんにちは、ツコミゴートです。コンビニ人間、読みました、読んでみました。あ、ぶれてるね。コンビニ人間を読んでみました。で、一番最初に言っとくが、これ面白い、おすすめします。これ本当にまあ外人だから、これは読みやすくて、その内容が、なんかどんどん続きが気になって、多分2日間で読んでしまったんだけど、レビューするんですけど、まあ、できるだけネタバレにならないようにするんですけど、もう本当にどうしてもネタバレ避けたいという人いたら、先に読んできて、ね。で、コンビニ人間は村田沙耶香さんという人が書いたんですけど、俺最初読んだ時にこれ本当にあった話だと思って読んでたから、そのせいでもっと面白く感じたかもしれないです。なんか出てくる人物さ、こういう人本当にいるんですねとか、こんな人本当にいたんですねとか、そう思いながら読んでたんだけど、これ本当の話じゃなかった。すいません。でもそれに関わらず面白くて、その字が大きくて、その読みやすい、なんか見た目で読みやすいし、結構いい感じです。私は小説を読むとき、大体、まあ、その、なんか4つのことを求めてるんだけど、まあ、単なる楽しいか、感動するか、なんか感情が湧いてくるか、それは勉強になるか、まあ、その面白くて知識がつくような小説か、自分の視点、自分の考え方とか見方を変えて くれる、まあ、視点が変わる。っていう、その4つで、まあ、1つ2つぐらいがあれば結構いい小説になると思うんで、これはですね、一番大きい、まあ単なる面白かったけど、単なる読んでて楽しかったけど、一番大きかったのはその視点が変わる。視点が変わったよね。人間っていうのは思わず他人のことは自分と同じような考え方してるって思ってしまう癖があるかもしれない。なんかみんなの頭の中の回転とか、大事に思ってることとか、毎日考えることはみんな似てると思ってしまってるかもしれない。このコンビニ人間に出てくる人物は、人間を分かってない人。他人の感情とか、なんで人間はこうするのか全然理解できなくて困ってる人で、コンビニに入ってバイトして、でコンビニの中だとその世界がもう全て変わってる。何を考えるべき、何をするべき、どう反応するべき、全部決めてある世界だから、それは本当に助かる。コンビニ以外はもう人に何て言えばいい、どんな感情を感じればいいかも分からなくて、コンビニだけで生きていきたいという、そういう人の考えてることをなんか読んでみると、自分の視点もちょっと変わった。もう本当になんかなんか出てくる人はなんか人間じゃなくて本当に動物って感じだった。もう本能で動いてる。喉渇いたら液体をもう水を飲む、お腹空いたらご飯を食べる、もうそれだけの人。なんかそれ以上の夢とか感情とかあんまりなくて困ってて、まあ、人に目立たないように静かに生きていくだけの人なんで、もう本当に不思議やなと思って。私はもう本当に若い時からもう負けず嫌いで、もう頑張っていきたいし、いろんなことやってみたいとか夢もあるし、なんか映画見て泣いたりするんで、本当に自分と異なるような人で、それがすごく面白かったです。なんかたまにそういう人いるんだよなと思って、例えばなんか人を殴って、で人を殴ったから怒られる、そしてなんで怒られてるかわからない。なんか人を殴ってもその殴った相手にも痛みがあるっていうところまで考えられない。他人の痛みとか悲しさとか喜びとか、そういう一切考えられないから、人を殴らない理由は痛めつけたくないんじゃなくて、怒られるからだけ。そしてその上に、私は昔ローソンでバイトしてましたよ。私もコンビニでバイトしたことあるんだから、もう出てくるそのコンビニの中のやること
もう思い出してめっちゃ懐かしかった。ああやったわねとか、品出しとかレジとか、そしてもうなんか外国、そのコンビニに外国人も働くんで、そうか、俺もあんな感じの日本語下手くそな外人だったね。ああ懐かしい。まあとりあえずこれ、あの村田沙耶香さんが、あの実際こんな人生生きてきたかと思いながら読んだんだけど、あの実際は本当の話じゃないらしいから、ちょっとそこはちょっとがっかりしたんだけど、面白かったです。軽く読めるんですよ、これは軽く読める。それじゃあコンビニ人間のレビューでした。おすすめです、読んでみてくださいね。近くの図書、近くの図書館近くの図書館で借りてきてね。じゃあねー。